皆さんこんにちは、エルザです。それでは XP2400 以下向けの解説やっていきたいと思います。今回のテーマは前衛はフィジカルで押すを紹介したいと思います。前衛の武器を改めて使ってみると思うことは、前衛としてのしつこさだなとよく感じますね。特に耐久面においてはかなり大事かなと思います。耐久面があるということは、それだけ相手の攻撃を避けることができてますし、何より攻撃を受けても逃げ切ってから回復をしっかりしているってことが言えるからです。ということで今回は前衛に必要なフィジカルについて話していきたいと思います。それでは早速解説の方していきたいと思います。まず前衛についてですが、フィジカルを鍛える上でまず気合が大事ということを覚えておいてください。というか気合はマジで大事ですね。というのも、前に出るにしても思いっきりっていう気持ちの面が大事ですし、耐えて帰ってくるにも気合で乗り切るっていうのが重要です。なんだかんだ気合でもがくっていうところですね。で、細かい話をすると、もちろんキャラコンを鍛えようっていうのがあるんですが、結局はもがいてもがいて勝ち取るしかないです、対面に関しては。で、こういうのをよく見るんですけど、まあ、矛とかの時よくあるんですが、前に出るにも、ビビっていったら出られない状況が続きますし、どうやって出ればいいのかっていう知識はあるんだけど、結局は自分が行動を起こせるかどうかの気合の部分になってくるんですよね。まあ、気合とめちゃくちゃ根性論みたいな話はしてますが、要は実行力だと思っています。気合があるから動く判断ができるわけですね。まあ、ある意味決断力と言ってもいいかもしれないです。ああ、どうしようかな。ああ、まあ、攻めきれないな。どうしようかなって悩んでるとずっといけないですし、こうするといいよねっていう知識があってもやっぱできないですよね。なんですが、ある程度気合があって、やる気があった場合とかは、自分で判断をしていきますので、そういった判断力がついていきます。まあ、根性論になっていますが、動くきっかけとして結構大事なことだと思いますので、気合でやりきるっていうことは、ぜひ覚えてほしいです。こことかね、よく運べるねって言われるんですけど、最終的に知識も必要なんだけど、気合です。根性論でどうにかしてやっぱ持っていく。このタイミング持っていかんと無理っていう、この自分でやる意識だね。まあ、非常に大事かな、ってこともあります。で、これをね、マップでちょっと説明したいんですけど、マテガイとかがいい例です。マップって実は右と左どっちから攻めるっていうのはあるんですが、正直どちらでも大丈夫なんですよね。というのも、敵と対面をガチンコで行うのが理由です。どちらから進もうが敵と正面とやり合うマップの構成となっているので、気合で倒すしかないんですよね。で、キルが取れない限りは試合が動きにくいマップなので、こういったマップの攻略にはキルを取る気合っていうのが必要となるわけです。だから前に出るためにも重要ということですね。それではフィジカルについて話していきたいと思います。まあ、気合と話してますが、まあ、ここはねちゃんと言わないといけないところもありますので、そこは伝えていきたいと思います。で、正直なところ欲しいのはキャラコンです。というのもキャラコンが悪いとどれだけ下がる準備ができていても逃げ切れないからですね。で、その中でも欲しいキャラコンについては話していきたいと思います。欲しいキャラコンとしては、一つ目はイカロール。で、二つ目は完成キャンセルです。まず、イカロールに関して話していきたいと思います。全員にとってこれは必須級となってますね。これは攻めにも守りにも使えるので、フィジカル強化にはもってこいとなっています。そもそもイカロールに関してですが、無意識で出すまでそれなりに練習が必要です。ちょっと操作性がいりますからね。コツとかが必要です。で、イカロールができると、対面を仕掛けるときに使うだけで、相手のエイムをずらしたり、被弾を抑えることができます。特に、前ロール使えると、相手との距離を一気に詰めれるので、射程コントロールには使えるんですよね。しかも、普通に前に出るよりも、被弾を抑えれるというメリットがあります。また、逃げる際にも、イカロールは大事ですね。被弾を抑えれるだけではなく、相手のエイムずらしにもなります。ただ、イカロールに関しては敵を見ながら後ろに使えるのが大事となります。敵の攻撃を見てないとイカロールができても避けれないからですね。なので、画面を前にして後ろ向きにイカロールができるようにしておきましょう。続いて、完成キャンセルですが、これはとっさの切り返しに役立ちます。
というのも歓声キャンセルについてはボム避けや対面での切り返しなどができるからです。しかも今作はボムによる歓声キャンセルじゃなくて射撃の歓声キャンセルでも速度の維持ができるようになっています。硬直の短い武器なら自分の硬直した時間を減らすことができるので覚えておきたいキャラコンとなってるんですよね。ただ意識としてはイカロールと同じでイカ移動を挟む癖をつけないと身につきません。なので慣れない人は射撃による歓声キャンセルから覚えておきましょう。まあボールドとかシューター、まあ使ってみると分かりやすいんですけど、撃ってそのままイカ移動を挟む、撃ってイカ移動するの繰り返しです。これだけです。でボムを使った歓声キャンセルに関してはちょっとコツがいるんでね、それは調べてみてください。それでは最後です。最後にフィジカルを強化する手についてですが、こまめな回復と引き付けが大事となります。ここでフィジカルなのに引き付けとかなんだっていうところなんですが、まずはこまめな回復意識っていうのが大事ですね。まあこれに関してはイカ移動を多く挟むことができるとか、このあたりつながってきます。でイカちゃんに関してまず覚えておきたい知識があります。まあダメージを受けた後なんですけど、約1秒後から回復を始めるっていう機能があります。しかもこれ1秒後インクの中に入っているとだいたい 0.50 秒ぐらいで回復するんですよね。これ全開します。だいたいこれぐらいなので約2秒あれば全回復します。これめちゃくちゃ強いかなと思いますね。そのため前線で対面を続けるにはイカ状態でかつ敵のインクを触れず2秒維持することができれば HP 満タンに戻すことが可能となります。HP 満タンの状態で対面を連続ですることが可能なんですよね。でこれをうまく利用すれば前線で体力を維持しながら対面をするってことが可能になりますので、こまめな回復っていうところはフィジカルの強化につながっていきます。まあ、ライフめちゃくちゃ高えよなとかいろいろ、まあまあいろいろ言いたいことはあるんですけど、回復を挟むとそれだけ動きやすくもなりますからね、とても大事ですね。さらにフィジカルの面なんですが、まあ生かす、フィジカルを生かすっていうのであれば、引きつける行動も大事となります。フィジカルの強化の話で自分から仕掛けていくことを前提に話をしてきましたが、射程差や足場の状況によっては難しい場合っていうのがありますね。こういった時には敵の油断を活用するのが大事となります。例えば一瞬顔を出したりして相手をこちらに引きつけるとかですね。そういった行動がとても大事です。駆け引きの部分というところになりますが、相手に甘えた行動をさせることはかなり大事だったりします。特に厄介な相手だとダウンサラ必要ですね。なので、まあ自分は回復しつつ、でも前に出ると自分がやられる可能性があるというか、ちょっと攻撃をして引きつけるとか、自分が前後に動いてみるとか、まあ先ほど話した歓声キャンセルとかそういったものも活用するとか、して敵に油断を招くような行動をするようにしてみましょう。ただその時に自分がやられないことが大前提ですね。今とか敵がちょうど来てましたけどね、あんな感じで他の味方をおとりするのもありです。それでは試合の方もね、残り時間ありますので見ていきたいなと思います。ちょっとね、状況としてはカウントは勝ってるんだけどローラーが暴れてるんで危ない状況というところですね。一旦前に出るんだけど他引きます。まあ、ここでね逆転される可能性はあるんだけどデスするよりね危ないんでね、でもやっぱデスしますね。ここは裏取り防止でちゃんと処理します。味方がね前張ってくれてるんでね、しっかりと処理してローラーもさばきます。まあ、ここはもう仕方ないから味方頑張ってたけど仕方ないところだね。で前出て、まあ、フィジカルをご利用しして、まあ、やるしかないんだけど、こういう時ってもうキル取るしか勝つ方法ないからね。で裏取りされないように周り見つつ押し込みの準備します。で前味方出てるんで味方に任せってなるんだけど、まあ、こういった時に敵インクを踏まないように足場取ったりとかしっかり矢倉取ったりとか回復、インクちゃんと潜伏して回復したりしてるよね。あんな感じで少しずつ回復を挟んだりしてます。でしっかりとシールド置いて耐えて、さらにシールド置いてまた耐えて、自分があまり仕掛けに行かないでやられないように下がる。でこうなると相手近づいてくるんでこの状態でさらに下がります。
ただ今のはイカロール終わりに攻撃されたんで耐久面とか関係なかったね。でもあんな感じでちゃんと引いたり攻めたりとか繰り返してると、まあ、フィジカル活かしながら攻めることもできます。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。